俺物語人物紹介、今回はこちら、砂川誠ですね。主人公竹雄の幼馴染なんだよね。でめちゃくちゃ優しくて面倒見が良くて友達思い、そんなイケメンいるんかっていうイケメンです。主人公の郷田武雄、めちゃくちゃ不器用なんだよね。恋愛のこととかもうわけわかんない方向にぶっ走っちゃったりするんだよね。でそこをちゃんとフォローしてあげるのが砂川誠、通称砂、彼なんだよ。マジ砂いいやつなんだよ。そして、まあ、竹雄被害者の会の第一人者でもあるよね。竹雄が、もし大和とそういう場になって、大和に恥ずかしい思いさせたくないっつって、キスの練習させてくれっつって、無理やりファーストキス奪われたり、竹雄が竹雄であるための必須人物だと思う。そんな砂川誠、彼が活躍する俺物語、ぜひご覧ください。それでは、また。